ブルーロックに記録は凄すぎだろ。日本代表戦の兄折り盛りに興奮が収まらないみんなの反応集。ではどうぞ。スタッフは忍者か何かか？動きが早すぎてただものではないしょう。さえお兄ちゃんの貴重なお兄ちゃん貢献シーン。試合よりも会場設営の方が動いてるやん。幼少期の愛し兄弟かわいい。ここでリネゴも早めに回想に混ぜとくのよいね。やばいって最初に見せてくるんやが試合は試合なのか。やばい怪獣の人形で遊ぶ幼少期リンちゃんかわいすぎる。兄折りいいんですか、そんな今いただいちゃっていいんですか、ありがとうございます。愛し兄弟の幼き過去、地味にめちゃくちゃ先取りしてないか、この回想シーン。アイクのここでの心理描写って兄折りだよな。この辺明らかになるのもっと後の方なはず。サッカーやり始めて破壊衝動なくなったわけね。人形が見るも無残な姿にリンちゃんの顔いいな。待って、いろんなキャラの過去フライングすぎる。初太さえパッツン前髪だったけど可愛いな。この人もストライカーになりたかったのかな。アイマスクしてる無理可愛い。サエトリンの回想シーン、ここも詳細に回収されます。愛し兄弟の幼少期回想かわい、リンちゃんの回想めっちゃ入れるやん。なんか、こうやって大きい試合前の会場設営とか選手たちの様子とかゆっくり見れるのよい。え、待って、今の愛しのシーンでバカみたいに泣いて敵も。さえちゃんのアイマスクの上げ方五条、ついに来るのか。愛し兄弟のぶつかり合い。ブルーロックに観客を呼び込む設備あったんだ。あっち義理のお母さんとお姉さんいたね。かっこいい。優しいお兄ちゃんだったんだな、愛し兄弟。ショタリンチャサエチャ。かわいい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 。スタジアム内外の様子リアルでよい。全員目隠しされて連れられてきたと思うと草。ああ、ちぎりのお姉ちゃんとお母さん。私も愛しさえのパネルと写真撮りたい。リンちゃんとさえの幼少期、可愛い人形破壊はどういうことだ。いや、今の愛しさえ、完全に五条悟。やっぱこれが代表戦だよな。観客もはるばる山奥まで来たんだな。え、待って、さえちゃん五条悟？おう、愛しとそんなつながりが。パネルと写真撮るの既視感ある。久しぶりにブルロ島以外の人間見た。何このイベントめっちゃ行きたい。なんかアニメオリジナルの新規カットめちゃくちゃ多くてビビる。ほんまに後半に全力出してきたんか。さえちゃんのパネルと写真撮りたいし、タオルも買いたい。アンダー20選手パネルあるのに青い監獄組パネルはないんですか。今更だけど U20 世代はダイヤモンド世代って呼ばれてて、それに反してブルーロックイレブンはエゴさんから原石って呼ばれてるのか。私も愛しさえちゃん選手のパネルと写真撮りたい。ブルーロックとマスコットなんて存在してたの。楽しそう。さえのタオル売り切れた。国立とかでやってるイメージだったのにブルーロックでやるんだ。あのすごく立地微妙そうなところで、愛しさえが五条先生みたいなアイマスクしてる。お前は下等だぞ。試合までの盛り上がりをやってくれるのいいね。U20 ってこのブルーロックのアウェイ感が最高よな。これを機にカラスくんのパネルも作られるんですね。試合前の兄より多めで盛り上げていくスタイル。物販楽しそう。会場こんなに賑わってたんや。急な愛しの過去回想に心臓飛び跳ねた。何回切ってるけど何？あのおかっぱメガネ。原作だと存在しない観客の入場シーンありがてー。エゴさんに気づくのがあの子供なのがいいな。バチラくんのお母さんもいたね。イサギくんの両親も来てるね。ちょいちょいナイトスノー入れてくるのやめてくださいよ。心臓がびっくりするでしょうが。愛しさえここでも人気なんだね。ブルーロック知られてなさすぎる。このシーンのためにもぐもぐバチタンカットされたのね。しゃあないけどブルーロックメンツアウェイだな。おお、ブルーロックで試合やるんか。絵心さんのカリスマが発揮される。絵心さんの演説に釘付けな子供、いいね。ブルーロック無駄に引っ張ってるな。話数が多いのか。一気は良かったのに見るの辛い。先導の等身大パネルと写真撮りたい。身長差15組。グッズその他もろもろの売り上げがっぽがっぽだなこれ。
やばい、緊張してきた。本当に試合を見てるみたいな気そう。リンちゃんのその話もうするの。せいはじめのファン人を、なんか強キャラだけじゃなくて全部がかっこいいな、どうしよう。やばい、ほんまの試合開始前みたいに興奮する。こんな試合があったら絶対現地行く自信しかない。潔のお母さんは若い頃は可愛かったんだろうなと思わせるデザインだな。潔パパママ今の潔見たらびっくりしそうだな。U20 の選手も結構個性的な顔立ちしてる。こんなワクワク煽ってくれるん。そしてブルーロックに観客席もあるのやばいな。アニメやのに何この緊張感、ガチの試合見てるみたい。知名度ないからとはいえ、ここまでコケにされてる扱いだと鼻っ柱降りたくなるね。2期のメインなだけあって盛り上がってきたな。待って、なんか映画見てるような感覚になってるんだけど。めっちゃ会場の雰囲気とか本当の試合前みたいな演出、アニオリあって良いな。なんかどう見ても20歳未満には見えぬ顔がたくさんいるのだが。ブルーロックメンバーのが断然強そうでかっこいい。みんなユニフォーム似合いすぎてんだろ。残り時間リアルの時間とリンクしてんのか。もしかしてこの試合って劇場版の C パートに出てきたやつ？アニメ勢なので全然この先の展開わかってない。ここがエピナギラストから繋がるとこだよね確か。ブルーロック未だに推しキャラ決まらない。この時点までは本当にブルーロックの情報は一般には秘匿だったんだね。なぎせいしろうセリフがかっこよすぎんか？さっきからモブキャラクターのセリフが一期一話以外まるっと見てない私そのもので笑ってしまう。試合前の観客の温度感伝わってくるのすごい良い補完だなと思う。結構アニオリ入れてくるなぁ。この盛り上げ方は悪くない。最高です。愛し兄弟。ちびさえちびりんありがとう。さえのパッツン前髪さえさち。ブルーロックで試合するのにものすごいアウェイ感。うまい形で映画で再編集して見てみたいな。この賑わいに初手からやんちゃ入れたら大変な空気になりそうだ。ねえ待って、今幼少期来るの反則かわいい無理死んだ、何年も待ってた甲斐がありすぎる、生きててよかった、死ななくてよかった。ベンチメンバー知ってるやつばっか。完全アウェイな中で試合か、とか思ってたら見て。似合う？わ、かわいすぎる。観客とさえちゃんが目玉な感じ、リアリティある戦闘が人気で嬉しいよ。自陣なのにアウェイ感すっごいな、まあしょうがないが。先見の明があって少年にエゴイストにならないか誘ってたかもしれない。アニオリで実際の試合みたいな臨場感も感じ取れてめっちゃ嬉しい一人肌。よ、一ファン一号のショタくんかわいい。セイラくんじとめかわいすぎやろ。待って、本当にキモいんだが、ブルーロックが世界に出ていく瞬間に泣いてて。黒名探かいいね。今週の雷一神眺めでかっこよくない？オープニングで馬狼のシュートあったし、これは馬狼の活躍あるか？みんな落ち着いててなんかこっちが緊張。アンダー20にしては老けてる。ミンオルナマードの作品もそうよね。絵心さん、青スーツも着こなせるんか？この90分で運命を変えろ。お前のエゴを今日世界に刻め。早く試合を。バチラとイサギが仲良くしてるシーンあるの知ってるんだ。見せて。ランゼとキヨラがちょくちょく映るの嬉しい。最高の舞台すぎんだろ、世界に見せつける大チャンスやろ。エピナギのあのシーンはエピナギだけになるかな。エゴコロさんが言うと熱いな。相手チームでの自分的に推してるのはオリバーエイクなんだよな、楽しみだな。音やいつも座ってんの、なん疲れてんの？かわいい。エゴさんほんと最初見た時怖かったけどは進むにつれかっこいい、好き。なぎくん今日も美女がよきよき。わーからしかっこよすぎるだね、死んだ。エゴコロさんスーツに合いすぎなんだよな。エゴコロさん、気合入ってるな。絶対勝つぞ、ブルーロック。みんな生き生きしててかっこいい。試合開始までこんな工程があったのか。アニオリエやん。大舞台、アニメ気合の入り方が違うな。原作既読済み勢は着ないのにと思ってこの立ち絵を見ていたの？とても臨場感があり、素晴らしかったです。制作の裏側を教えてくださり感謝です。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。
動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。